うん、アクロバティックな人っぽい。あ、ちなみに私アンダーソンです。ちょっと待って、カウンター受けたもんね。あー、これまずい。危ない。はい、こんばんは、島津です。本日ね、初めてですかね、動画投稿としてはオンラインマッチの方をやっていきたいと思います。オンラインのね、ランクマッチの方ですね。あのランクマッチの方がね、同じ階級、同じ技術とかそういったレベルの人と当たりやすいんで、当たりやすいというか、うん、そうだね、うん、当たりやすいんで、オンラインで遊ぶときはランクマッチをおすすめします。で、今回の相手はですね、オリジナルファイターですね。まあ例えるなら吉田拓郎です。うん、それで今作のね UFC はですね、オリジナルファイターがねそこまで強くないんですよ。っていうか、まあ均等化されてる感じ、うん、他のプロ選手とね均等化されてる感じなんで、ボッコボコにはなんないと思います。前作ってオリジナル選手パラメーターほぼマックスまで上げることが可能だったんですよ。で、その選手を使われてたんで、オリジナル選手と当たったらね負ける確率がすごく高かったんですよね。なんだけど今作はね、バランスを考えて、そのバランスブレーカーをなくすために、結構アクロバティックな人ですね。うん、さあ始まりました、頑張ります。そうね、手の合わせ方知らないですよ、申し訳ないですけど。そう、全然勝てんかったんですよ。オリジナルファイターが出てきたらほとんどパラメーター99、あれは地獄でしたね。うん、結構足技使ってくんね。うん、アクロバティックな人っぽい。あ、ちなみに私アンダーソンです。はい、こっちも負けじと、はい、キックするけど、やっぱせがれちゃいますね。オッケーオッケー、いいよ。うん、この人大技使ってくるタイプっぽいんで、私はじゃあその大技のね隙をついてねやれればいいですかね。うん、ちょっとまずい。はい、大技使うとねスタミナ消費激しいからね、バンバン大技使わしてスタミナを削りましょう。うん、自分は大技使わないで基礎、うん、基礎でどんどん削っていく感じにしましょうかね。いやー、ちょっと痛い。はい、ガード、まあ大体読めるね。うん、頭を狙ってくる大技がメインっぽい。まずい。耐えろ。OKOK。どうやって、あー、スーパーマンパンチしてきたね。はいはい、もう大体読めてるぞ。お前はもう頭しか狙ってこないと、まあ、今はそばっともやってきたけど、まあ、メインは頭だろ。 OK、 いいよ。さあ、ピヨってる。アンダーソンはね超一流選手ですからね、そう簡単にはやられんぞ。今まあスーパーマンパンチ食らったけど、もろじゃなかった。はい、オッケー、ワンツーミドル。さあ、いいよ、来た。いやー、ちょっと待って、詰め切れんかった、逃げられちゃった。おー、回避、射程短いからねこの技。痛い、いいよ、効いてる。こっちも効いてるけど、あー、まずい。おつけ、まばい。ちょっと掴んで膝も入れたいけどね。 OK、 くそ、届かれた。アンダーソン膝蹴り強いからね、キックボクサーだから。え、いいターン回避、よし、カウンター決まった。はいはいはい、今いいよ、いい感じ。カウンター、ストレートが入ってればよかったけどね、ジャブだってね入ったの。痛い。いや、これは押した、うちが押した。結構ダメージ入ってるよ。ちなみにオリジナル選手のパラメータの決め方なんですけど、今作からバランスブレーカーにならないようにプリセットが用意されてます。うん、例えばアタッカー型とかディフェンダー型とかで、そういったクラスの中から選択することによってパラメータ値とねパークが決まるようになってます。だから自分に合う型、うん、を選択することによってこういった一流選手とね、うん、互角に戦うようになってます。
はい、それじゃあ第2ラウンドスタート。多分さっきのラウンド五分五分か向こうよりだ気がする。うん、ちょっと待って、カウンター受けたもんね。あー、これまずい危な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 い、もろカウンターだったね。全然ワンツースリー届いてなかったし。いや、落ち着け落ち着け落ち着け、はいよ、はい、ナイスガード。リーチはこっちが長いからね、うまくリーチ生かして、あ、一旦、はいはい、今よし、足ちょっと引きずってますね、うん、さっきのダメージ晴れてるのも伺えます。ナイスガード、読めるね、大体これしかしてこない、うん、だからおいよ、裏剣もしてこようとしたね。パンチでどうにかひるませて防ぎました。結構ボディから下にかけてのね、うん、防御がおろそかですね。 OK、 ナイスアッパーナイスアッパー、いいよいいよ、噛んだ、よし入ったね、このまま潰せっかな、いやガードしてる、ダメだった、ブロック破れんかったわ。はい、このまま OK、 いいよ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 、このまま潰す、このまま潰す、ちょっと待って、スタミナ整えて、あー出られちゃった、ふう、今聞いた今聞いた、確実にいいの入ったよ、ちょっと下がって、ナイス、はいはいはい、整えて整えて、カウンター、よし、いいいいいい、大技ね、隙がでかいからね、いいよ、 OK、また隙でかいからね。よーし、来たー、あれに合わせられたらたまったもんじゃないかね。いけねえかな。ダメだ、ダメだ。ガードが硬いね。ガードが崩せないわ。殴って。抜けた。あー、寝かされんの苦手っぽいね。このプレイヤーの人。なら、うん、スタンドで戦ってやろうじゃないの。自分もね。よーしょん。来たー、いや、これもう眠った。オッケー。そう、自分もね、グラウンド苦手ですからね。あ、回線切った。オッケー、勝利。ね。いや、でもこっちも危なかったね。カウンター合わせられたりしたから。うん。やっぱりね、クイックマッチよりかね、ランクマッチの方が、同等のレベルの人と当たるから、やりやすい。はい、ということで、ノックアウトです。はい。ちなみにね、こちらがさっき言ってたプリセットですね。こんな感じで、ボクサー、キックボクサー、バランス型、レスラー、柔術の中からね、選択するようになってます。で、これを選択することによってですね、こんな感じで、うん、パラメーターとパークがね、セットされます。基本的にね、パラメーター値はね、そこまで大きく変動はないので、あとは、そうだね、このパークを見て、選ぶのがいいんじゃないでしょうかね。ちなみに、総合値としてはですね、全部、星4になってます。チャンピオンとか超一流選手が 4.5 ぐらいなんで、0.5 しか変わらない感じですね。そこまで大差は大きくはありません。一流選手のパラメータ値とね。はい。なので、オリジナル選手でね、戦うときは自分に合ったスタイルを選んで戦いましょう。結構豊富だったからね、うん、びっくりしたね。今後もしかしたらね、ここにね、新しいクラスとかが追加されていくかもしれない、アップデートで。結構EA さんね、UFC には力入れてて、定期的にね、うん、バランス調整を行う、アップデート繰り返してくれるんで、UFC3 もね、そうだね、UFC4 が発売されるまで、ちょくちょく、うん、アップデートは繰り返してましたね。でそんな頻繁なアップデート以外にもですね、選手アップデートっていうのも存在してて、これもね、かなりの頻度で、うん、アップデートが行われるんですよ。これに関してはですね、まあ、ウイレの習慣のアップデート、選手アップデート。ね、1週間ごとにさ、コンディションが変わったりするアップデートがウイレも行われたりするんですけど、それとね、一緒のね、ことがね、うん、その選手アップデートで行われてるんじゃないかなって思ってます。
そう、そういった感じでね、アップデはね、すごくしてくれてるんで、マジでこのゲーム良ゲーだと思ってます。はい、ちょっとね、話はずれましたけどね、まあこんな感じになっております。なので、皆さんもね、自分に合ったスタイルを選択してみてください。ということで、本日はですね、オンラインモードをやらせていただきましたが、ここまでとさせていただきます。あ、これでですね、オンラインワールドチャンピオンシップ。これが、ランクマッチです。なので、同等の人と遊びたい人は、こっちを選択してください。クイックだとね、ほんと、つわものも、普通にマッチングするようになってるんで、こっちがもう、歯が立たないっていうことが多いからね。はい、それじゃあ、ここまでとさせていただきます。またちょいちょいね、オンラインモードやって、ね、いい試合が取れたらね、動画にしていくんで、ぜひともまた見てやってください。それでは、島津が UFC4 を送りさせていただきました。失礼させていただきます。みんなオンライン頑張ろう。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。